今日から1ヶ月ほど、レンタルアパートで過ごす予定です。ここがその借りた部屋なんですけども、中をちょっとご紹介したいと思います。結構広いんです。3ベッドルームで2バスルーム。電気がつかない。まあいいや、後で紹介します。ここがリビングルームですね。でキッチンもあって、でリビングがすごく広いです。大きなテレビもあって、ここ実は前回も借りたことがある部屋なんですけども、ネットフリックスが見れるんですよ。で前はなかったけども、今回このバルコニーにすごく素敵なテーブルとチェアがあります。ここでランチとかしたら楽しそうです。で、ここにまず一つ部屋があります。ちょっとこう小さなお部屋になってますが、ベッドがあります。で、続いてここが私が使うお部屋です。すごく明るくていいですね。で、ここにはクローゼットも出ているので便利です。で、ここが私の主人が使う部屋です。Plus one more bathroom. この中にも一つバスルームがあります。おっと、暗い。お、電気どこだ。ああ、暗い暗い。電気がどこ。ここにもバスルームがあります。バスタブはないけど、シャワーだけですね。あっちのバスルームもそうでした。ちょっと1ヶ月お風呂の湯船に浸かれないのが残念ですけども、まあいいか。二ほどき無事完了しまして、うまく棚の方にも整理整頓できました。1ヶ月過ごすので使いやすいように工夫してみました。さっきから急にちょっと雨が降ってきて、空はねだいぶ明るくなってるんですけど、まだちょっと雨が降ってます。でも雨が降るっていうのはオーストラリアにとってはすごく嬉しいことなので、まあいいでしょう。